8月8日、この日、ある男がアリーナに来た。はい、元気？天竜やらず。うん、うん。うま？実は私たちは半年前、太田の地で彼を見たことがある。1月下旬の琉球戦、ある選手の似顔絵を描いている子供を発見した。この人は誰？コーフリッピン選手です。琉球ゴールデンキングス4番コーフリッピン選手、身長は188センチながら、持ち前のジャンプ力を生かしたダンクは豪快。コーフリッピンは1996年生まれの27歳、 B リーグダンクコンテストでは名だたるビッグマンたちを抑えて圧巻の2連覇を果たした。前シーズンのチャンピオンシップではチームを優勝に導き、個人では日本生命ファイナル賞を受賞した。まさに超人。見る人を引きつけ、会場に大歓声を呼び込む超人が、クラブをチャンピオンチームに押し上げるために群馬クレインサンダーズと契約を結んだ。この日、コー選手が群馬クレインサンダーズの練習に初参加。私たちはコー選手のすごいところを、前シーズン所属していた琉球ゴールデンキングスのファンに話を聞いた。なんといってもやっぱりダンク力ですね。これ見せるダンク、この間のオールスターのダンクコンテストもそうですけど、ああやって会場を沸かせられるダンク、プロスポーツ選手としての一つの魅力だと思います。コーはもうまず跳躍力、もうあとは俊敏さから、あとはダンクがもう最高です。コー選手の抜群の身体能力は琉球ファンも大絶賛していた。しかし群馬クレインサンダーズにはこの男がいる。群馬クレインサンダーズ4番トレイ・ジョーンズ選手、身長は196センチ、前シーズンの平均得点数は驚異の20点超え。トレイも超人。豪快なダンクを武器とするコーフリッピン、華麗なステップで宙を舞うトレイ・ジョーンズ、一体この2人どちらが飛んでいるのだろうか。ちょっとひいき目かもしれないけど、フリッピンの方が飛んでるかなっていう気がします。トレイ絶対行こう。トレイトレイよりはフリッピンの方がすげえ気がしちゃうけど、でもやっぱりなんですか、フリースローラインから入っていく体育時間の長さはトレイも負けてないと思いますね。身長的にはフリッピン選手だと思うんですけど、得点力はジョーンズ選手。そうですね、体育時間もそうですし、ジャンプ力もお互いすごいので、2人の超人が今シーズン群馬クレインサンダーズのメンバーとして共に戦う。屋上のスーパープレーに期待が高まって仕方がない。